相馬漁夫7月10日から1950年5月8日は、明治期から昭和期にかけての日本の文学者、詩人、歌人、評論家。本名は庄治。新潟県西首引郡に井川町出身。早稲田大学大学部文学科へ文学科卒業。鹿や評論のほか、早稲田大学校科、との西北をはじめとした多くの校科や、 春よ恋などの同様の作詞者としても知られる。1883年、新潟県西首引郡糸井川町大町に生まれる。相馬徳次郎の長男、高田中学を経て、早稲田大学に進む。中学以来の学友に小川未明がいる。在学中の1903年に、岩野法明らと雑誌、白百合を創刊した。1905年に第一歌集。 水ンを出版するが、同時代の久保田宇ツボや与佐野明子に比べると、歌人としては地味であった。相馬漁風宅1906年に、早稲田大学英文化を卒業。島村宝月の下で、当時復刊された雑誌、早稲田文学の編集に参加。また野口宇城、三木露風らと共に、早稲田支社を設立し、交互自由主運動を進めた。九百十一年には、 早稲田大学講師となる。25歳の時に母校校歌との西北を作った。その後1916年に内面を告白した還元録を刊行し、故郷糸井川に陰性する。帰郷後は、主として両館の研究に携わったほか、童話、童謡も発表した。地元に伝わる布川姫伝説をもとに、糸井川で翡翠が産出するとの推測を示したことが、 1935年に同地での翡翠の発見につながった。1950年5月7日に脳一血で倒れ、翌8日に糸井川氏の自宅で死去。去年68、改名は大空院、文予白雲五風古寺。没後の1952年12月10日、居宅が新潟県の史跡となった。趣味は書画、骨董、散歩、園芸。 住所は、新潟県西首引郡糸井川町大和を町。単調編書役所とも、編著作品集等、相馬漁風随筆全集、相馬漁風随筆全集、相馬漁風遺木集,集、相馬漁風所管集、相馬漁風所管集、お風の生涯、糸井川市。www.city.itoigawa.lg.jp。 2019年10月15日閲覧。ABC、大衆人事録、第14番北海道、大湖、関東、中部編新潟25ページ。2020年1月5日閲覧。ABCDEFGHIJKL、早稲田大学新四六章は15年版479ページ。2019年1月3日閲覧。 ABCDEFG 問い側歴史民俗資料館、館相馬漁風記念館展示、所蔵品紹介パンフレット、岩井博史作家の臨終母比辞典180ページ ABCDE、明治文学全集43畜馬書房1967年。ありがとうございます。